指すは川崎スーパー400、こちら火の玉カラーのご紹介となります。非常にですねカラーリングが鮮やかです。なぜかと言いますとですねニューペイント、外装からね内回りまでねしっかりとニューペイントを施した車両となっております。コンディションがねいい車両です。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずフロント前ですね。ゼファーといえばこの丸め一眼のヘッドランプとなります。大きなレンズ割れ、そしてねヘッドランプ周りのね、サビ色ねもちろん出ておりませんね。はい、そしてねメーターカバーです。こちらもねメッキのカバーですがね店頭による大きなねケース割れ、そういったものも出ておりませんね。ウインカー、こちらもねオリジナルのねウインカーとなります。ステオレやねレンズ割れもちろん出ておりませんね。はい、そして足前です。フロントオークですね。こちらもね大きなサビ腐食、そしてオイルにじみね、そういったもの出ておりません。アウターもねしっかりとね光っておりますね。これ仕上がっております。はい、そしてフェンダーです。はい、こちらね、ペイント済みのフェンダーとなります。大きなフェンダー割れやね塗装剥がれもちろん見受けられませんね。はい、足前です。はい、5本スポークのね、ホイールとなります。こちらねゴールドにねニューペイントとなります。大きなねもちろんですがねガリ傷曲がりね、そういったものございません。ブレーキです。ダブルディスクとなります。サビ腐食ね、そしてねキャリパー固着、そういったものもね見受けられませんね。はい、ではね最後までエンジンです。はい、空冷のね4気筒エンジンとなります。ヘッドからのね大きなオイルいじみ、キャブレターからのガソリンもねこういったものも見受けられません。エンジンもねブラックアウトされてねしっかりとねペイントされております。川崎のねロゴが入るねポイントカバー、こちらもね店頭による大きな削れなどございません。クランクですね、こちらもしっかりと仕上がっております。そしてねフレーム、サイドカバー、こちらもねニューペイントでしっかりと仕上がっております。はい、そしてねステップですね、こちらもねオリジナルのステップとなります。大きなね削れ曲がりもちろんございません。はい、そしてマフラーですね。はい、こちらもね川崎のねオリジナルのマフラーとなります。大きなサビ腐食、そして点灯によるね大きな傷などございませんね。はい、足回りご紹介です。フロント同様ねゴールドホイールとなります。大きなガリ傷曲がりもちろんございません。ブレーキねキャリパーの引きずり、そういったものもねもちろんございません。はい、ではリア前です。フェンダー付きですね、オリジナルの状態キープとなります。はい、ではねまた回ってシートです。タックログのシートですね。はい、大きなね、破れ、ほつれ、そういったものもございません。あんこ少し抜いてますでしょうかね。足つきがね非常に良さそうです。はい、タンクです。火の玉カラーのタンクとなります。はい、もちろんですがね大きなへこみ傷ね、そういったものも見受けられませんね。タンク内のご紹介です。はい、こちらもね大きなサビ腐食ね出ておりませんね。はい、ではですねエンジン始動いきたいと思います。はい、ギャラリーします。30年前の車両となりますよね。非常に、ね、コンディションのいい車両となります。ぜひゼファー400お探しの方お問い合わせをお待ちしております。